防衛省は今日午後、北朝鮮から弾道ミサイルの可能性があるものが発射されたと発表しました。北朝鮮による発射は今年初めてで、日本の EEZ、排他的経済水域の外側に落下したとみられます。防衛省は午後3時前、北朝鮮から弾道ミサイルの可能性があるものが発射されたと発表しました。 北朝鮮による発射は、今年に入ってから初めてです。防衛省はその後、ミサイルが落下したとみられると発表していて、複数の政府関係者によりますと、落下したのは日本の EEZ の外側と推定されています。岸田総理大臣は訪問先の石川県から対応を指示したと述べました。今後のまあ対応に万全を期すよう指示を出した。 また韓国軍によりますとミサイルはピョンヤン付近から日本海に向けて発射され中距離弾道ミサイルと推定されるということです。